いやー、クロモさん、また会いましたね。さあ、私の望みは、ポケモンの力を完全に引き出すこと。それができるなら手段は何でもいいんです。たとえ悪いことでもねって。なるほど。その結果、世界が滅ぶとしても、それはダメだと思うよ。さあ、私は意志の隠して数多くのポケモントレーナーと勝負をしていたのは、ポケモンの強さを引き出せるか、その資質を見ていたからです。そういう意味であなたはとても優秀です。どうもありがとうございます。どうも優秀な人間ケケです。さあ、心の準備ができたなら私にかかってくるのです。お、やったんぞこの野郎。お、やったんぞ。準備いいぞ。さあ、行くぜ、アクロマー。あ、まずいかもしんねえ。鋼タイプか、こいつ。いや、そのために、エースは、ある程度、育てたんだけど。レアコイル。レアコイルだったら、まあ、いけんだろう。レアコイルなら、まあ、いけんだろう。だって、うちには、地ならしがあるからね。さあ、4倍弱点。うん、硬くないか？ え？ちょっと硬くない？あれ？え、4倍弱点の鋼電気だよね。4倍だよね。硬くね？え、地ならしの火力は低いとはいえ、4倍弱点を、え？マジで？硬くね？ 異様に硬くね？何これ？地箱。うわ、動けねえ。マジか。いや、地鳴らしねえんだ。ああ、もう上から殴られた。ああ、やっちゃったー。そっか、麻痺4分の1の忘れた。いつもの感覚で、ああ、どうせ半減だから、まあいけんだろうって思ったら、そっか、4分の1やったわ。どうしよう。どうしよう。いつもの癖でやっちゃった。風子。ダメ。紀藤さん。ダメ。バルドル。ダメ。ファラオ。ダメ。バトジョフ。ダメです。秘宝。自爆オイルに勝てません。フーコ行け。じゃあフーコだ。放電一発耐えてくれる？いや、道連れ撃つ。やっぱ高校だよね。だった。一発耐えてもらって、道連れ。これでいい。これでいい。オッケー。これでいい。フーコ、おつ。よし、よくやった。よくやった、フーコ。これでいい。これでいい。磁場コイル突破、クソでけえ。これでいいんだ。さあ、一旦ファラオ行こう。メタング、オッケー。よし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 、いいぞ、メタング。メタングはでかい。でもこの時代、悪タイプの技は鋼に半減なので、辻斬りが等倍です。まあ、爪研ぎしてる余裕ないよな、多分。多分辻斬りでいくわ。もう急所あったらええだけやから。急所あったら、勝てー。メタングでこれかよ。メタングでこれかよ。メタグロスなんて来たらやってらんねえだろ、マジで。勝てねえだろ、メタグロスなんて来たら。お、コメットパンチが、あんま効かない。オッケー。急所に当てなさい、ちゃんと。当てずに倒しちゃう？まあいいよ、それでも。コメットパンチで上がっちゃった。これ倒さないとまずいよ。嘘やん。ちょっと待ってよ。それはねえよ。急所に当てなさいよ、ファラオ。あー、アイテム使っちゃった。これまずいって。 これまずいって。辻斬り、急所に当てないとやばいって。上がっちゃったって。クリアスモークも効かねえんだって。うわ、急所頼む。急所当てなさい、ちゃんと。おい、ちょっと待って、これまずい。ちょっとマジで。うわー、上がった。やばいって。ちょっとやばいって、ちょっと。急所に当てて。
もう意味わからん、もう。もう2個目使うがもう知らんがもう。2個目使うからな、ファラオ。どんだけ九州の当てねえんだよ。あれ、メタングって九州に当たるような、クリアボディだもんな。その状態、変化威嚇とかそういうのは効かないだけだよな。いや、もうなんでおめえが九州、もうええや、もう。回復回復も知らん、もう。ちょ、ファラオ。ファラオ、もやつか、A2 段階上がってるから、コメントパンチ2回耐えねえよ。やっちゃったや。え、だったらもうかけら使う。いや、かけらじゃない。ちょっとこう全力でいくわ。塊使うわ。ちょ、ファラオが不甲斐なすぎて、やってらんない。当たんねえのかよ。当たんねえのかよ。ここに来て当たんないの連続ってなんで、普通にも、急所に当てなさいよ、もう。え、ファラオ、ピントレンズ持ってるよね。え、持ってないよね。え、持ってる、ピントレンズ持ってるよね。ピントレンズ持って、急所に当たれる数字、辻切りあって、急所に当たらないって、あれ？え、メタングクリアボディだから、急所には当たるよね。クリアボディのこと勘違いしてる。勘違いしてないな。クリアボディは、そうだよな。九死の当たらないよ。その特性ないもんな。やべえわ。ちょっと、九死の当たらなさすぎて。使い物にならねえ。九死の当てなきゃ、申し訳ないけど、ファラオは、言い方悪いけど、ゴミだよ。ベティサブローでええわ、だったら。オーベム。オーベム。裏のこと考えてね、これは残しておきたいよね。バトチョフ行きます。よし。確かアクロマってギアルとか使ってたから、多分ギギギアルいると思うんだよね。なので、バトチョフで、ひるませる？正直、ひるませて、もうあんま関係ない。膝クロスか。高火力や。ここはもう火力を押す。火力で。レベル差も、落ちかってるレベル。瞑想 OK。よし、よしよしよし。無駄に変な時積んでもらったのはありがたいと。よし、突破。よかったよかった。なんとか突破。さあ、ギギギアル来ました。この子をエースで突破します。エースで倒さないと、まずい。それ以外、打点がね、ハガレに対する。非常にまずいよな、このパーティー。ハガ、風船それはずるいわ。風船はずるいよ。ギアチェンジ、まずいって。まずいって、ギアチェンジレンズ、それはま、それはちょっとやりすぎじゃない？悠長じゃない？悠長じゃねえか。A2 段階上がって。いや、そ、あまずい。ちょっと待って、まずい。どうしよう。誰か、誰か助けて。どうしよう。もう一回ゲーチェンジ、もう一回ゲーチェンジ、もう一回ゲー、あっ、あぶねえ、ギガインパクト。まあ、打ってきてくれたらありがたいんですけど、バーカ。一旦動けねえぞ、それ。一旦動けねえぞ、それ。いいのか、そんなことして。バトチョフでいきます。一旦動けねえぞ。違う技で、おお、よかったんじゃない？なんで、ギガインパクト打ったのかな？アクロマさん用。オッケー。突破8分ね。ギリギリじゃねえかよ。マジでギリ。あ、ま、あのかレア、あ、まだレアコイルがいた。あー、忘れてた。レアコイルがいるの忘れてた。まあ、アクロバットでいけんだろ。カット。ちょっと待って、クソ勝てや。
レアコイルクソ硬くない？どうなってんのこの子。え、半減とはいい、半減 ?4 分の 1? 効かねえか、そりゃ。いや、でも硬すぎるよね。でも、地なら耐えたもんな、この子。ワンチャン負けある？もしかして。もしかしてワンチャン負けある、これ。いや、バルドルと紀藤さんがだからいけんだろ。草タイプだぜ。草タイプだったらいけんだろ。よし、マジカルリーフ。マジカルリーフ。よし、オッケー。あぶねー、勝てたー。もう、ボロボロ。回復してくんねマジでボロボロなんですけど。ポケモンとトレーナー分かり合うことでさらなる高みを目指せると考えていますか？はい、分かります。はい、もう全力で、まあ、ファラオの力は引き出せなかったっすけどさあ、うん、もう一度囚われたキュレムの前を通り反対側にあったワープゾーンに乗りなさい。はい、わかりました。行ってきます。やあ、ゲーチスさん、追い詰めましたよ。さあ、ここでならキュレムは最大限のパワーを発揮し、一種全土をいともたやすく氷漬けにできます。なるほど、いでよキュレム。さあ戦おうぜ、キュレムさん。キュレムさん、いや、ゲーチスさん。さあ、ここで氷漬けってのに一瞬の行く末を見るがいい。まあ氷漬けになったら見えないんですけど、キュレム凍える世界です。まずい、逃げろ。いや、こんなん人にぶつけるもんちゃうやろ命がなくなる、そんなんされたら。お、レシアムクロスフレームきたー。いや、そこに当てるのはダメっしょ。主人公に当たってるって、クロスフレームが。やけどじゃ済まないって、ハエになっちゃう。さあ、来たぜ N とレシアム。さあ、はい、さあ親子対決か、いきますか。親子対決、勝手にやってなさい。さあ、あなたの能力を利用して一生試合するはずだったのにできなかったと。お、それも許しましょう。許した、寛大な心で許した。BGM が消えた。遺伝子のくさびを使ってなと。起きた、来たぞ来たぞ。戦ってるね、ちゃんと。お、空飛んだ。あー、捕まっちまった。さあ来るぞ来るぞ来るぞ、ホワイトキュレイムが。
来るぞ。さあ、吸収とかそういうなんかポケモン同士が合体するってこの作品が初だっけ。これより前ってそういなかったんやな、ポケモンとポケモンが合体するっていうのが。でもこのブラッククレームとホワイトクレームが一番最初だったよな。初めて見た時は衝撃だったよな。かなりの衝撃だったよな。ポケモン同士がくっつくの？フュージョンじゃん。さあ、来た。ここでは捕まえられないんだっけ？まだ。どうだっけ？いや、ここで捕まえるのなんか変だよな。確か分かれた姿で、後でなんか、合体、自分で合体させるんだよね、確か。別々に捕まえて。合体したポケモンは捕まえられないよな。確か。かっけー。このドットかっこよくね？かっこよくね？圧倒的なパワー、力 is パワーでなんとか全部なんとかするっていうね。できると思うかい？そのパワーを見せてもらいましょう。お、言っておきます、捕獲はできませんよ。なるほど。モンスターボールの機能を奪う妨害電波。なんちゅう電波や。科学の力ってすげえ。ホワイトキュレーム。まあ、初手ファラオで、辻斬り急所で倒します。今までずっと急所に当ててこなかったのは、この時のためです。一旦セーブします。いや、セーブなんて知らん。人生にセーブなんてねえよ。行きます。人生にセーブができたらそんなもん、そんな余裕な世界ねえわ。行くぜ。セーブなんていらねえ。55。まあ、いけんだろ。いけんだろ。レベル5でしょ、差が。いける。レベル5の差だったら。辻斬り。助けて、何？あ、ため技もしかして。吸収の当てれば関係ねえ。オッケー。耐えてくれファラオ。一発耐えるんだ。一発耐えたら勝機ある。ファラオおめえも当たるんけ。おめえも九死に当たるんけ。じゃあバトチョフ。いや、レベル上げときたいよな。エース行こっか。さあ、エースの地鳴らしていきます。倒せるっしょ、地鳴らしだったら。あ、氷ドラゴンだった。あー、すげえ、炎のイメージあった。ミスったー。炎のイメージあったわや。氷ドラゴンだったわ。なんか、レシラムとか、あー、やばい。待って。このタイミングで、それやめて。ちゃんと、キュレムが倒される瞬間を。危なーい。危なーい。大事な場面をね、取り逃すとこだった。危なかった。なんかタイプ間違えるよな。なんかレシラムが取り込んだから、あ、炎タイプ追加されるっけってイメージあるけど、氷ドラゴンだったよね。レシラムのタイプ、なんか入んないんだよね、確か。氷ドラゴンってキュレムのタイプのままなんだよね。お、やるか。ゲーチェス。テンポ速くない？ゲーチェス。テンポ速くない？ん？ポケモン回復もしかしてしてない？それはしてなかったらまずいんですけど。あ、よかったー。してるー。ゲーチェス。
いやー、ちょ、爪研ぎしてる暇あるかな。あー、ダメだ、これ辻斬り打ったらそのミイランされるから爪研ぎはあんま関係ねえか。どうせ引かなきゃいけねえからな。守る、なるほど、いいでしょう。もう一発、二連守るはちょっと違う。今するべきじゃん。ゲーチス、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 急所、ナイスゲーチス、ナイスゲーチス。オッケー。ガマゲロゲ。そんなポケモンでいいのですかな？絶対ここ、キトウさん。バルドルじゃない、ここは。ここはキトウさん。レベル上げよう。キトウさんの耐久もあるし、なんやかんや便利。さあ、地震、雷、火事、親父、しっかり耐えるよキトウさん。一発、あー、さすがに耐えられるか。まあ、しゃあない。まあ、回復はできるんで、さっきの地震をなかったことに。やっぱキトウさん強えわ。さあ、もう一回チューチューしようぜ。お、こんなところで薬使っていいのかい？もったいないね。もっと使うべきタイミングがあったでしょう。さあ、次は乱数で持ってって。無理か。まあ、しゃあない。ギガドレレンダでいきます。お、なかなかいいダメージじゃない？半分削っちゃったじゃん。だが、しかし、関係ないね。うちの紀藤さんの前では、そんな光景無意味だね。レビュー49。ソーラービームいられ。さすがにため技はいらん。メインエポンは、ギガドレインで十分。シビルドン。シビルドン弱点がねえからもう、ここは紀藤さんで、毒毒打つ？いや、一旦光合成打とっか。火炎放射まずいな。そういや、この子いろんな技を覚えるんだったな。あ、急所だ。まずい。そっか、いろんな技を覚えるな、確かこの子。じゃあ一旦、いや、弱点ないって辛いな。ちょっと、風子。ちょ、道連れ頼むわ。弱点がないっていうのは辛い。ここで道連れ使います。一発は耐える。そこまで火力は高くないんで。一発耐えてくれて。道連れ連打いっときましょう。さあ、一緒に、お亡くなりになろうや。よし、風子ナイス。やべえ、フークはただの道連れ要員になってる。いいのか？いや、いいかもしんない。いずれね、この道連れも最高に役に立つタイミングがあるから、絶対に。もうどうしようもない敵が現れた時に、道連れを炸裂するのが一番だからね。で、ここは一番レベルの高いバトチョフで相手します。ドラピオン！あー。ドラピーオンですか？まあいいでしょう。だったらなおさらバトチョフでよかった。アクロバット2回、オッケー。2発で倒す。辻斬りや急所当たらない。だってバトジョフだもん、オッケー。君のドラピオンもあんまり自覚がないみたいだね。オッケー。ドラピオン突破。サザンドラ、そういや君いたね。でも大丈夫っしょ。これ、あれ？シザクロの方がダメージ入るっけ？どっちのがダメージ入るんだっけ。威力110の言うて、あ、どっちのが入るんだ。シザクロ、アクロバ、どっちもいえ。シザクロ打っちゃえ。じゃあ抜群でいいや。じゃああんま変わんないでしょダメージ。いわなーだーれ、物理サザンドラ。そんなんじゃバトチョフは突破できないよ。命のターン持ってる。え？
こいつ命の弾持ってやる。あっぷんね。怖すぎんだろ。たかがたか NPC が持っていいアイテムじゃねえぞ。ドクロック。ちょっと BGM 聞きたいんで、エース行きます。ちょっとこの BGM 嫌なんで、僕ゲージュス聞きたいんで。ゲージュス。ゲージュスって聞きたいんで。最後、エースで仕留めましょう。危険予知。お、分かってんじゃん。うちは地ならし持ちだぜ。まあ、ドクロックだったら変わって負けないっしょ。ドクロックだったら。シャドーボール当たらないよ。だって、光の粉持ってるからね。なんやかんや光の粉って強えよな。さあ。ゲージスさん、計算狂ってんな。どうした？そんなもんか？ゲージス。なんか思ったより苦戦しなかったな。やっぱりタイプ相性って大事だな。アクロムさんの方が100倍苦戦したわ。そう考えるとやっぱ、剥がれタイプってこの時代クソ強えよな。よーし、オッケー。さ、ゲージさん、終わりだよ。めっちゃうろたえてんじゃん。あえてこう呼びます。父さん、分かってください。ポケモンは道具ではないのです。ポケモンと人はお互いを高みへと誘っていける素晴らしきパートナーなのです。それを分かっている人たちもいるのです。だのにだのになのにじゃないだのに鼻詰まってんの。なのにって言いたかったのに鼻が詰まってダーに聞こえたパターン。だのに。あ、ダークトリンキー、お疲れ。あ、なんか残してった杖。何の杖これ。何、魔法攻撃力上がる杖。キレム大丈夫？あ、またここに現れるんだ。もう一回来た時にここで捕まえることができるってこと？まあ捕まえないけど。君とポケモンが目指す道はどんなものか、その真実を確かめるためポケモンリーグへ向かいたまえ。きた、とうとうか、とうとうポケモンリーグですか。長い長い旅ももうすぐ終わりだね。終わったよ。僕はポケモンリーグ向かうよ。はい、23番道路、その先はチャンピオンロード、そしてポケモンリーグ。よし、行くか。最終ステージ、ポケモンリーグ行きましょう。